トーマスマン作、ベニスに死す。前回の続きからです。彼は近頃ではあの美しいものの近くに行ってその姿を眺めることを日々の決まりと幸運とに負うているというだけでは満足しなかった。彼は少年の後を追い、少年をつけ回した。例えば日曜には、あのポーランド人たちは、決して渚に現れなかった。彼は彼らが、サンマルコ寺院のミサに列席するものと推測して、急いでそこへ出かけた。そして広場の灼熱から、聖域の金の薄明へと歩み入りながら、彼はあの親しい者が礼拝の途中で祈祷机の上に身をかがめているのを見出した。やがてアッシェンバッハは後ろの方のひびの入ったモザイクの床の上につぶやいたりひざまずいたり十字を切ったりしている群衆の真ん中に立っていた。するとこの東洋風の寺院の簡潔な華麗さがずっしりと彼の五感の上にのしかかってきた。前の方では重たく着飾った僧侶がゆっくり歩いたり立ち働いたり歌を歌ったりしていた。公園がもくもくと立ち上って祭壇のろうそくの弱々しい小さな炎をもうもうと押し包んだ。そしてむっと甘い蜘蛛の匂いの中にもう一つ別の匂いがかすかに混じっているらしかった。この病んだ都会の匂いがしかし薄い煙と線香を塗ってアッシェンバッハにはあの美しい少年が向こうの前の方で首を振り向け、彼を探し、彼を認めたのが見えた。やがて群衆が開かれた玄関から、鳩の群れている明るい広場へ流れ出すと、この目のくらんだ男は、車寄せのところに隠れる。彼は身を潜める。待ち伏せるのである。彼はあのポーランド人たちが寺院を立ち去るのを見る。兄弟たちが儀式ばった調子で母親に別れを告げ、そして母親が宿へ帰るべく小さい広場の方へ足を向けるのを見る。彼は美しい少年と修道院風の兄弟たちと女家庭教師とか右へ折れて時計台の下の門をくぐって小物店の方へ道を取るのを確かめ、そして彼らをいくらかやり過ごしてからその後についてゆく。彼らがベニス中を散歩する後にこっそりとついてゆくのである。彼らが足を止めるたびに彼は立ち止まらねばならなかった。後戻りしてくるのをやり過ごすためには小料理屋や中庭へ逃げ込まねばならなかった。彼らを見失ってのぼせてヘトヘトになりながら橋を渡ったり汚い袋小路へ入り込んだりして探し求めては、彼らがいきなり避けようのない狭いアーケードで向こうから来かかるのを見ると死ぬような苦悩の数分間を耐え忍んだ。それでも彼が悩んだということができない。頭と心は酔っていたし、歩みは人間の理性と品位を足元に踏みにじるのを心よしとするあの魔人の指図に従っていたのである。タッチオとその一行は
さてそれからどこかしらでゴンドラを雇う。すると彼らが乗り込む間、建物の突き出たところなり井戸の陰なりに隠れていたアッシェンバッハは、彼らが岸を離れたすぐ後で彼らと同じことをする。彼が船頭に逆手をどっさりやるという約束のもとに、今ちょうどあの角を曲がったゴンドラの跡を目立たぬように少し離れてついて行けと命ずるとき、彼はせかせかと抑えたような調子で話す。そしてその男が世間のような悪賢いまめましさを示しながら、彼のために用を務める。忠実に用を務めることを彼と同じ口調で受け合うとき、彼はぞっとするのである。こうして彼は柔らかい黒いクッションに持たれたまま、もう一つの船首の突き出た黒い小舟の跡を滑りながら、揺れながら追っていった。その船の残す跡に情熱が彼を縛りつけているのである。時々小舟は彼の目から消えた。すると彼は憂悶と不安を覚える。しかし彼の案内者はまるでこういう使命にはなりきってでもいるように、必ず巧みな操縦によって急いで斜めに走ったり近道を取ったりして、望みのものを再び彼の眼前に持ってくることを心得ていた。空気は静かで匂いを含み、太陽は空をスレート色に染めるもやを貫きて激しく燃え立った。水はピタピタと音を立てながら木と石に当たった。半ば警告を、半ば挨拶を表す船頭の呼び声に、遠くの方から迷路の静けさの中から奇妙な合意に従って挨拶があった。高いところにある庭園の中から白や深紅の花の房が破綻郷の香りをさせながら朽ちかけた塀越しに垂れ下がっている。アラビア風の窓べりが朦朧とした中にくっきりと浮かんでいる。ある寺院の大理石の階段が水の中まで降りている。乞食が一人その上にうずくまって自分の窮状を断言しながら帽子を突き出し、まるで目くらのように白目を見せている。一人の古物商が自分の汚い店の前で卑屈な身振りをしながら通りかかるアッシェンバッハに彼を騙そうと望みつつ滞留を進める。これがベニスである。お世辞のうまい怪しげな美女である。半ば童話で半ば旅客を捕らえる罠に等しいこの都なのである。ここの腐ったような空気の中で芸術はかつて欲しいままに繁茂し、音楽家たちはこの都から軽くゆすってはびこるように音色せる響きを吹き込まれたのだ。我々の冒険者はなんとなく自分の目がそういう反映を吸い、耳がそういった韻律に言い寄られているような気持ちだった。それに彼はこの都が病んでいること、そしてそれを利欲のために比していることをも思い起こした。そして一段と欲しいままに前を揺れ進むゴンドラの方を伺った。こんなわけでこの迷った男は自分を燃え立たせる対象を簡単なく追跡すること、その対象が見えぬ時にはそれを夢に見ること、そして恋する者たちの流儀通りその対象の単なる影帽子に優しい言葉をかけること。
それ以外にはもう何にも知らず、何にも願わなかった。孤独と異教と、万機の深い陶酔の幸福とに勇気づけられ、説得されて、彼はどんな風変わりなことをも、はばかるところもなく、顔を赤らめることもなしに、自らに許した。そこでこんなことも起こったわけである。つまり彼は夜更けにベニスから戻ってきて、ホテルの2階であの美しい少年の部屋の戸口に足を止めると、全く酔い心地になって、額を戸の蝶通街のところに押し当てたなり、長いことそこから離れることができなかったのだ。こんな気違いじみた格好のまま見つかって捕まえられるという危険を犯しながら、とはいえ休止とある程度の反省との瞬間がないわけではなかった。なんという道にいることかと彼はそういう折呆れて考える。なんという道に、自然の功績によって自分の血統に対するある貴族的な関心を抱かせられる人は誰でもそうだが、彼はいつも自分の生活の業績や成功に際して祖先のことを思い、彼らの賛同、彼らの満足、彼らの嫌おうなしの尊敬を頭の中で確保するという癖があった。今ここでも彼は、かくも許しがたい閲歴の中に巻き込まれながら、感情のかくも異国的な放達に浸りながら、彼らのことを思った。彼らの人物の毅然たる厳しさと、端正な男らしさとを思った。そして憂鬱な微笑を浮かべた。彼らなら何と言うであろう。しかし言うまでもなく、彼らは彼の生活全体に対して果たして言うことがあっただろうか。彼らの生活とは種類を意味するほどかけ離れているこの生活、芸術に見入られたこの生活、これについては彼自身が昔祖先と同じ市民的な気持ちで、いかにも霊障的な青年としての認識を発表したことがある。そして要するに彼らの生活に実によく似ていたこの生活に対して、彼もまた勤務したのである。彼もまた彼らの多くと同様、やはり兵士であり軍人であったのだ。なぜなら芸術とは一つの戦争、骨身を削るような闘争であって、今日長く続けてこの役を果たす人はないのである。それは国旗とにもかかわらずとの生活であり、厳格な確固とした禁欲的な生活であって、彼はこれを繊細な時代的な英雄精神の象徴として形成してきたのだが、おそらく彼はこの生活を男性的と名付け、勇敢と名付けて差し支えないであろう。そしてほとんど彼は自分を虜にしているエロスの神が、こういう生活にどうやら特に合っているような、心を寄せているような気がした。この神は最も勇敢な民族にさえも大いに尊信されていなかったか。いや、彼は勇気によって彼らの都市で栄えたと言われてはいないのか。昔の幾多の勇士たちはいいとして彼の枷に服した。なぜならこの神の下す恥かしめは一つとして妥当しないからだ。
そして他の目的のためになされたとしたら、臆病の標識として非難されたでもあろうような行為、平服とか宣言とか節眼とか奴隷じみた振る舞いとか、そういったものも恋する者にとっては恥とはならず、むしろ彼はそのためになお賞賛を博するのである。目のくらんでいるアッシェンバッハの考え方はそんなふうに規定されていたし、彼はそんなふうにして自分を支え、自分の品位を保とうと努めた。しかし同時に彼は探るような強情な注意を、ベニスの都心での不潔な出来事に絶え間なく振り向けていた。彼の心の冒険と暗暗理に合流して、彼の情熱を漠とした無法則な希望で育んでいる、あの外界の冒険に対してである。最悪の情勢と進展について、新しい確実なことを知ろうと熱中して、彼は四十のコーヒー店で故郷の新聞に隅から隅まで目を通した。そういう新聞は数日以来ホテルのロビーにある新聞台から姿を消していたからである。市場にはいろんな主張と取り消しが変わる変わる出ていた。利病と死亡の数字が20、40、いや100以上にも及ぶとあるかと思うと、そのすぐ後で疫病の一切の出現がきっぱりと打ち消されていないまでも、少なくとも全くまれな外部から持ち込まれた場合だとされていた。イタリア関係の危険な遊戯に対する警告的な器具や代弁がところどころに挟んであった。確実なことはつかめないのである。それでもこの孤独な男はこの秘密に参与する特別な権利を自覚していた。そして除外されていながらも、彼は秘密を知っている人たちに意地の悪い問いをかけること、そして沈黙を申し合わせている彼らに強いて明らかな嘘をつかせることに奇怪な満足を覚えた。そういうわけで、ある日大食堂での朝食の時、彼は支配人にあのフランス風のフロックコートを着た小柄な静かな物腰の男に質問した。男は挨拶したり監督したりしながら食事中の客の間を動き回っていて、アッシェンバッハの商宅のそばにも二言三言喋るために足を止めたのだった。一体全体どういうわけで、と客は投げやりなさりげない調子で尋ねた。本当にどういうわけでベニスはしばらく前から消毒されているのだろう。それはその、と足音を立ての男は答えた。警察で講じた対策なのでございまして、この蒸すような特別に暑いお天気では一般の健康状態にいろいろと不利益な故障が起こるかもしれませんので、それを義務通りに早いうちに防ぎ止めるはずのものなのでございます。警察は褒められていいね、とアッシェンバッハは応じた。そして気象について 2,3 の言葉を取り交わした後、支配人は糸間を告げた。まだその同じ日のうちに、夕方晩餐の後で市中から来た大道家主の小さな一団が旅館の前庭で声を聞かせるという出来事があった。彼らは男二人に女二人だったが、アーク塔の鉄柱のそばに立って白く照らし出された顔を大きいテラスの方へ仰向けていた。テラスでは浴客たちが
コーヒーだの冷たいものだのを飲みながら甘んじてこの通俗的な演芸を聞いているのであった。ホテルの従業員たち、エレベーターボーイ、給仕、事務員などがロビーへ通ずる戸口にじっと聞き入りながら姿を見せていた。例のロシア人の一家は享楽となると熱心で抜け目がなく、演技者たちの一層近くにいようとして遠椅子を庭へ下ろさせた上、そこに半円をなして嬉しそうに座っていた。主人たちの後ろにはターバンのような頭巾をかぶって彼らの老いたる女奴隷が立っていた。マンドリンとギターとハーモニカと、そしてか細く震えるバイオリンとが、この貧しい名人たちの手で奏でられていた。楽器の演奏に楽曲が入れ替わった。つまり、鋭いカエルの鳴くような声の若い方の女が、甘ったるい裏声のテノールと一緒になって、欲情的な声の二重奏を歌ったわけである。しかし、本格的な祭神として、この同盟の棟梁として、明らかに腕を見せたのはもう一人の男だった。これはギターの持ち主で、役どころから言うと一種の気化劇のバリトンで、そのくせ声はほとんど立たないのだが、しかし身振りはうまいし、著しい喜劇的な活気を持っていた。彼は何度も大きな楽器を抱えたまま、他の連中の塊から離れて何かの役を演じてみせながら階段の近くまで進み出てくる。すると人々は彼のおどけた仕草を励ますような笑い声でねぎらった。とりわけ例の広間にいるロシア人たちは、かくも豊かな南国風の軽快さを見て夢中で喜んでいる様子だった。そして喝采や呼びかけで彼を勇気づけて、いよいよ大胆に、いよいよ自信を持って率直な振る舞いをするように仕向けた。